あ、もう大宮って出てるよ。早い。懐かしいですね。なんかさ、結局埼玉って全然来る機会ないよね。ないね。なかったからちょっとね、来てみようと思ったのも。最後に。何が？え、言っちゃっていいですかこれ？え、言っちゃっていいですかこれ？何が？ベンツ最後でしょ。あ、やべ。ピンポンってバレる。ベンツ最高だからちょっと距離走ろうっていうことで埼玉行ってるんでしょ。まあね、お世話になったな3年間。うん、あのレオンの車を見に行って即決してから3年、即決買いしたベンツが3年で、まあ、別れですね。まあまあ、あの別れがあれば出会いがありますからね。お、はい、すごいかっこいいこと言うじゃん。ありますから。彼女できたってこと？いや、そういうことじゃないですけど。違う。今後に期待ではあるよね。別れよってから出会いないけど大丈夫そう。うん、危ないんじゃない。これ危ないよ、本当に。でも行ったね、これで。行った、本当行った。結構だって走行距離も結構バグじゃん。うん、3万5000ぐらい走ったんじゃない。本当に1年1万以上計算で。しかも週末だけしか乗らないで。うん、結構バグだぞ。ちょっとバグね。俺毎日乗って1年で1万3000キロとかだな。いや、もうだって週末なんかどっか行くってなると基本的にパッともう静岡行っちゃうみたいな感じだったもんね。いや、バグだね、そう考えると、うん、結構バグでした。まあ、そんなベンツともお別れですね。もうあのパッともら K K だな。コパ当分可愛いのになっちゃうかな。ということで今は埼玉に向かって。これは何？なんかね、すごいとこがあるらしい。どういうこと？24時間営業の喫茶店があるらしい。え？やばくね？ドンキ？ちょっとになるよね。ドンキとか汗高いよ。ドンキやん、そんな。だからちょっとさ、行っときたいし、まさかの食べログのなんかカフェ喫茶店評価でなんか一番高かったんだよね。マジ？24時間だからやっぱいろんな人が行けるっていうところで評価高いのかな。それはチケット。味だな。そこに向かってるってわけね。ちょっと気になるからそこに出てこう。え、うまそう。ケンタッキー。おお。中は。ビールすごい、これ卵薄っ。じゃあどうぞ、いっちゃってください。それではほんま韓国来ちゃってる。うま。韓国来ちゃってる。ガチうまい。まあうまそうだもんな。いただきやす。え、てか肉でかガチ分厚いじゃん。ケンタッキーの数感じる。これパンがすごいふわふわ。どう、いけそう？やばい、8人前ぐらい。この後ポッパフェあるかね。パフェ、チョコパフェはだって好きだから別腹だからね。すごっ、女の子みたいなこと言っちゃったわ。これ下まで何か入ってるの？あ、下コーンフレークか。チョココーンフレークある。あれ、あれ生クリームそんな好きじゃないからさ。あ、うん。え、お前も、うん、なんだろう、生クリームとバナナ食えないでパフェ頼むんじゃねえよ。あんま好きじゃないものしか持ってない。あそこ、これバナナ、薄切りバナナ。なんかそのバナナとか回収したところで別に食わないからね、俺。無理だって。普通に無理。お前今日車乗ってねえよ。お前ちょやばいぞ、言ってること本当に。すごい、これアイス絶対美味しいよね。アイスはうまい。生クリームもやっちゃったよ。
あ、これすごい。これどうやって食うの？危ないから上から行った方がいいんじゃないの？なんでそんなところ行くったの？生クリームが上にあんだもん。生クリーム食えよ。ゴニバ超えてる？これゴダイバだわ。A few minutes later. 食べたね。具合悪い。いい年こいて生クリームが苦手っていうのかな。お前もだろ。うん。だけど頼んじゃってるっていうとこがね、まず。ビジュアルに負けたわ。でもね、美味しかったね。うん、もうちょっと動けないよね。一回しょっぱいの挟みたいわ。大宮泊まってるわ。腕組んでたから運転してない風に見えたでしょ。あれ見してやるよ。ああ激アツ商品を買いましたね。これゴーゴーチャンス時計ペコっていうかね。それで起きれたら怒られる。うん、俺のアラームはあのジャグラーのペカった音だから。今あ、そうだよ。あ、じゃあちょうどよかったね。ちょうどよかった。しかもあのクリスマスカラーっぽいしね。そう、7色に光っちゃうから光らせちゃうよっつって。ということで今はなんかキャッファイに向かってんだよね。キャッファイで、まあ、茶でも芝居って書いてあるのかなっていう。カフェ入れないと帰り高速で寝る。あ、安全運転で帰るんで。クソ傷とかつけられないからね。それな。で、まあ、じゃあコーヒーでも買いに行きます。めっちゃ混んでたね。うん、てか店員さんお前と全員同じ髪型だったから笑っちゃって。カフェ店員行ける可能性あるね、これ。コスチュームだけで行くと。いや、てかあの店だけね。あの店だけ。さあ、ぶち飛ばして。最後のロングランですから、安全手で。かましてるぜ。自家焙煎の感じ出てる。あんま出てない。わかんのお前。カフェラテのわかる男だな。なんだろうね。俺多分頭悪いんだと思うんだけど、飲み物とかさ、すぐ飲んじゃうんだよ。わかる。わかる。あとあの飴ね。飴舐めたらすぐ噛んじゃう。ね、ガキってことでしょ。もうガキってことな。うん、なんだろう、まあ、口に入れたものすぐ食べちゃう。だからあの常に何かを口に何かをしてないだからタバコっちゃうみたいな感じ。ああ、そういうことか。ガキなんだよ。じゃあ最後にこの車での思い出をちょっと語ってよ。ない。ない。3年間共にした相棒だぞ。何車での思い出って。いや、なんかここ行った、どこどこ行ったなとかさ、なんか何々あったなとかさあるじゃん。まあ大阪でぶっ壊れて大金払って。はあ、修理した故障エピソードが一番のやっぱインパクトあるですね。まあ、そうだね、まあ、大きな事故もなく3年間ね無事安全を守ってくれたからね、こいつは。市民の素晴らしい車でしたよ、本当に。まあ、だからこの次の車とかもね、こうご期待ということで。20年後だな。もう免許いらんや。じゃあまあ最後のラストランを楽しんで帰る。ありがとうございました。さよならベンツ C クラス、ベンツ C200。 さよなら。さよなら。ナンバーも最後言っとく？言わない。最後だよ。言わない。ゾロ目ってことしか言わない。結構かっこいいナンバー、あのヤンキーナンバーだね。これは俗に言う。じゃあ、まあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。